キングオブデュエリスト武藤遊戯、結城十代、不動優勢。今ここに彼らの意志を継ぐニューヒーローが誕生する。遊戯王ゼアル、キングオブデュエリストの意志を継ぐ者、その名は九十九ユーマ。彼の心に燃えるのは不滅のチャレンジスピリット。カットビング、カットビング、それは勇気を持って一歩踏み出すこと。カットビング、それはどんなピンチでも決して諦めないこと。カットビング、それはあらゆる困難にチャレンジすること。多くの仲間に囲まれながらキングオブデュエリストへの道をひた走るユーマ。しかしある日突然、そんな彼の前に謎の生命体アストラルが現れる。どこから来たのか、目的は何なのか、一切が謎に包まれる中、ただ一つ分かっているのは、アストラルがデュエルの天才であること。アストラルにデュエルタクティクスが最低だと言い放たれ、激しく反発するユーマ。しかし運命は二人を出会わせてしまった。そんな二人の前に立ちはだかる様々なライバルたち。二人が出会ったこと、それは無限の可能性の扉を開くことなのか。果たして彼らを待ち受ける未来とは。遊戯王ゼアル、2011年春、全国テレビ東京系列にて放送スタート。